もう少しで冬本番。秋に収穫した米で酒の仕込みがスタートしている中、秦野市では新たな酒造りが始まっています。それはこちらのどぶろく。米と米麹、酵母、水を混ぜ発酵させますが、清酒とは異なり、もろみをそのまま味わう酒です。どぶろくを作る場合、酒税法に基づき製造免許を受ける必要があります。この時要件になるのが最低製造数量基準、年間6リットルの製造が必要になります。しかし国はどぶろく特区の制度を設けていて、国から認定を受ければこの基準に満たなくても農家レストランなどを営む農業者が製造免許を受けることができます。おととし県内では初めて秦野市がこのどぶろく特区の認定を受けました。豊富に地下水が蓄えられた秦野市。この水を活用し、地域の新たな魅力としてどぶろく作りに邁進する市内の NPO 法人の思いに迫りました。先月から秦野市内で醸造が始まったどぶろく。酒造りの中心を担っているのは、市内で活動している NPO 法人の小野仁さんと木下秀則さんです。この NPO 法人は市内で荒廃農地の再生や山林の整備など里地里山の保全活動を20年以上前から行っています。その一環で農地を再生させ酒米を栽培していました。本当は秦野何がいいですかって言った時に、緑が豊かで、水が美味しいと。そんな中で水の美味しいっていうのがね、もともと環境省の、名水百選の地ということでね、秦野市になってたんですけど、それを生かした、なんか町の活性化できないかなっていうのがどぶろく作りにね、通じたようなところで。どぶろくを作るには酒税法に基づく免許が必要で、年間6キロリットル以上の製造が条件となります。おととし市が地域活性化を目指して国からどぶろく特区の認定を受け、小野さんたちに念願のチャンスが巡ってきました。先月、この NPO 法人が運営する地元の野菜やジビエ料理が楽しめる農家レストランを拠点として製造免許を受け、醸造がスタートしました。今何度ぐらいですか？今ね、27度ぐらい。まだ高いですか？うん、20度前後まで。これから発酵してどんどん温度が上がったり下がったりするのと、気温によっては発酵の具合が早くなったり遅くなったりしますので、その辺、温度を調整するっていうのがこれからの管理になって大変なところ。蒸した酒米を冷まし、米麹や酵母に秦野の水を混ぜて発酵させます。酒米は無農薬で育てたもの。温度管理など日々作業に追われる中、初めての瓶詰め作業が行われ、醸造を終えたばかりの酒がボトルに注がれていました。ラベルは市の観光資源になっている表丹沢の魅力を発信するために作成したロゴマークがあしらわれています。表丹沢の、表丹、どうもこれが表丹沢という意味と面白い楽しいという、なんかそれをね、掛け合わせたあのロゴらしいんですけど、まあ、このロゴをね、全面的に使わせてもらって、どぶろくといえばおもたんと、おもたんといえばどぶろくって言ってもらえるようなね。秦野の新たな特産品として期待されているどぶろく。NPO 法人の会員たちが集まり、早速試飲しました。どぶろくそのもの、ね、ストレートで一つ。それともう一個は、今若い人たちがね、炭酸でちょっとね、
さっぱり飲みてっていう、そんな感じで炭酸で1個ある。あでもう1個は一番今人気ある完熟のね、あ梅ジュース、ーそれをカクテルにしてやってみんから。騙されてグーッと飲んじゃう。本当だよ、これはうまい、うん、そんな感じ。一方小野さんたちも手応えを感じていました。まあ、いずれ日本一になるようにいろいろ頑張ろうよね。ね、皆さん美味しい美味しいって言ってくれたんで、作りがいがありますね。小野さんたちはより多くの人にこの酒の魅力を伝えようと、市内の神社で秦野名水どぶろく祭りを開催しました。飲みやすい、めっちゃ飲みやすいですね。本当にあのジビエと一緒に飲みたい感じです、ね、今日山の帰りで、あのこれをご褒美に頑張ってきました。最高です。会場では同時に販売も行われ、列を作るなどしてにぎわっていました。小野さんは地域活性化の一助になるよう意気込んでいます。自分で田植えして育ったお米でどぶろくをね、おいしい日本一おいしい名水で、自分で育ったお米で酒を飲むっていう、まあなんかそういう人たちがね、増えてくれればいいなと思ってますので、はい、それに、期待するとこ、大です。はい、その上でどぶろくをきっかけに環境の保全活動に関心を持ってもらいたいと願っています。農業体験する人たちにね、農家民宿じゃないですけど泊まってもらって、どぶろくを飲んでもらって、それで一緒に後輩のうちのね、海藻、また里山整備等を一緒になってやってもらえるようなね、そんな楽しい、時間をね、皆さんに提供できればなというふうに思ってますので、20年以上の念願が叶ってよかったですね。重、たんもとてもキャッチーですし、うんうん、まあ、若い世代を中心にどんどん広がってほしいなと思いますね。そうですね、飲んでみたいですよね。まあ、どぶろくを飲むことが荒廃農地の解消など秦野の里地里山の保全につながるといいですね。